幻の419餃子、幻のキャベツと3つの馬がギュッと詰まった群馬という名の餃子。これ食いて。はい、どうもアピアです。お願いします。ぜひね、顔と構えだけでも覚えて帰ってください。ということで、はいはい、今日もお待たせしました。何でしょう。餃子の王子のハマキ。今度は餃子ですか。はい、餃子ですということで、ね、こちらは薮塚で有名な金星食品さんの、はい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 、よくテレビでもね、はい、出てますね、の餃子がおなじみなんですけども、うん、そちらにもなんとですね、ドヒエモンの方がおなじみの、はい、設置されたということで、はい、なんで行ってみましょう。はい、ありました。はい、来ました。採用これね、はい、はいはい、今回もドヒエモンドヒエモンすごいね、ドヒエモンは、はい、特選生餃子が一台分丸々ですね、うん、これがメインだもんね、うん、でこっちが、青しそ、にんにく、辛口で、最後がさ、幻の419餃子、幻のキャベツと3つの馬がギュッと詰まった群馬という名の餃子。これ食いて。これ行きましょうよ。これ食いたいね。群馬食いたいわ。あとどうしよう。僕はシソが好きなんですよ。めっちゃ。あ、酒結構食ってるもんね。この金星餃子。でさ、2号辛いの好きでしょ。辛いの好きですよ。でこれ買ってあげようよ。2号。鍋にもビールにも合う。うん。ビールに入れるタイプ。ビールには入れねえだろ。鍋に入れると美味しいんだよね、餃子ってね。あ、うん、ビールは？だビールはだ食べながら飲むでしょ。入れないよ。ビールを食べながら飲む。辛口餃子を食べながらビールを飲む。ああ群馬行くよ。うん、群馬行こう。群馬とりあえず行こう。1000円じゃ足りないって。あ、そうなんだ。あ、本当だ。1080円。群馬はやっぱ一番高いんだね。47都道府県一番高いから。そうなの？他の県ないんだけど。順次。ということで今回もね、豚ではないという。豚なんだよ。買う、ね。買うって書いてあるだけで、英語ではねえんだよ。上州麦豚使ってるから。出たよ。いいね、いいね。出ました。おー、だからこれをさ、419キャベツを使ってるから、これそうだね、そうだね。あ、これは行きましょう。全部詰まってるんですね、これで、はい、すごい、はいはい、あとは僕が好きなので、シソは行きましょう。シソ美味しいですよね。普通にさ、餃子にシソドレッシングとかかけて食うのもうまいんだよね。あーね、さっぱりとしてね、うん、うん。これも豚じゃないんだね。だからよ、何回繰り返すんだよこのくだりをよ。今回だけじゃなくてさ、全ドヒエモンでこれやってるから。ドヒエモンだとちょっとこれ漢字にして、毎回酒井がこれになっちゃうからさ、漢字で買うって書いてあげれば。はい、しそう。あ、でもこれも、あ、そっかそっかそっか。パッケージ自体は特選生餃子で書いてあるんだね。で、ここに青じそって端っこに。また深夜に爆買いする餃子パーティーが開かれるけど。じゃあ2号の辛口、辛口7番、はい、7番オア8番。もう言われるんだね。もう3回目は言わないんだね。まだまだ続くからドヒエモンシリーズは。とっとくもうでもねえんだよ、まあ、先は長いから。はい、これも辛口と端っこに。三辺から何かもらえるかもしれないけど、もうそろそろドヒエモン紹介しすぎて、うん、どこに、あ、ニンニク。ということで今回は4つ買いすぎじゃね。はい、ということで焼けました。おいしそう。結構黒くなった。結構黒くなった。まあね、ちょっと慣れないよね、フライパンとか IH とかでね。まあね、まあまあ、でもね、素材が美味しいですから、きっと、うん、もう、なんか自由に食べましょう。どんどん食べちゃっていい、まあ、好きに、好きなやつから。どうですか。まあ、まず目の前の、目の前の、それ辛口だから
主に2号が。あとね、辛口どんぐらい辛いのか気になる。ちょっと辛口食べてみたい。深夜12時になろうというのに辛い。うんうんうん、辛いな。じわじわと。あ、辛い。これはね、鍋にしたら絶対うまい。いや、はいだったね、うん、鍋がどうのとかビールになるとかね。あ、結構辛いね。結構辛いよ。なんか赤いのが見えるもん、唐辛子が。ニンニクいきます。ダブル。なんて豪華な。シソうま。酒井一押しのシソ。めっちゃシソの味する。うわ、うま。シソうまいよね。うん。超あっさりしてるし、ニンニクこれよ。餃子はこれよ。ビール欲しい。うまいよね、ビールうまいよね。前は6飲まねえだろ、6に飲まねえだろが。6に飲まねえけど2人とも通風なんだよ。不思議なんだよ。うん、うまいね、ニンニク。おいしい。甘い、甘いね。いや、なんか甘さがなんか感じられるような。うん、ね、あ、ニンニク一番好きかな。辛いのはね、やっぱ若干辛い。うん、辛い。島倉酒井には辛い。2号には多分戻らないかもしれないけど、なんかピリ辛だった。これが群馬。うま。群馬ね。うん、群馬いいです。どう上州麦豚と群馬県産のニラと419っていうキャベツ、幻のキャベツ。おお、あー、ニンニクね。なるほどね、群馬うまいね。群馬うまいね、うん、甘みもあって。うん、群馬うまい。かなりこういろいろ素材が感じられますね。うん、あ、全部うまい。全部さ、違うね、やっぱね。当然だけど、違うのがあってきたんだけどさ、そうそう、違う。全部違って、全部いい。島倉美鈴。はい、ということで。はい、ごちそうさまでした。超速で。だって60個だよ。あ、そっか、そうだよね。一皿に、一袋に15個入っていて60個あったんで、これがこのスピードでなくなるの。一人頭10個ですか。だから、すごいスピードでなくなった。どうだったどうだった。いや、こう続けがたいね。うん、でも群馬かな。群馬よかったよね。群馬美味しかった。辛口のもね、美味しいんだけど、若干辛いの苦手なんで、私にはちょっと辛すぎたかな。僕もシソ好きだったんだけど、ちょっと群馬と比べたらちょっと群馬いいなってなった。多分ね、キャベツが美味しいんだと思う。419キャベツっていうのが、ね、うん、なんか甘みみたいなのがすごい出てきたから、だからもう一個あった419キャベツ餃子みたいなのが、うん、めちゃくちゃ気になる。あれもちょっと食べたいね。ね、うん、2号は辛口。まあ、僕はニンニクですね。あ、なんかニンニク好きって言ってたもんね。あ、ニンニク好きだからね。あ、なんだろう、食べた瞬間たくましさはね、すごい。パワーがみなぎる。パワーが、今回のドヒエモンで行ってきましたけども、はい、まだまだいろんな自販機あるんでね。そうですね、ドヒエモン GO もね、できたらしいんで。そうなの。ドヒエモンがどこにあるか分かるアプリ、へぇ、できたらしいんで。捕獲できるのかな。ボール投げて捕獲できるのかな。金星餃子ゲットだぜってできるのかな。ぜひね、自販機のなんか情報があればそうね、ければと思います。こんなんがあるよなんてあればぜひコメントで教えてください、はい。動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。うまい。